下り側、奥にドッグランやスマート IC がある、宝塚北サービスエリア。宝塚北サービスエリアは、兵庫県宝塚市玉瀬にある、新名神高速道路のサービスエリアである。スマートインターチェンジを併設する。構造は上下線集約型である。基本計画工事時には計画されていなかったサービスエリアだったが、以前より、兵庫県と宝塚市が、 中国自動車道西宮なじをサービスエリアの混雑緩和のため新たなサービスエリアの設置を西日本高速道路に要望しており2009年8月10日にネクスコ西日本と日本高速道路保有債務返済機構が結ぶ協定を変更同年8月28日に事業許可が変更され整備されることが決定したまた宝塚市長が 市の本会議で東 SA に併設される形で、スマートインターチェンジを整備する方針であると表明した。かつては環境への影響などを排除し、判断を留保していたが、市民からの要望を受け、設置の方向となり2012年4月20日、宝塚北スマートインターチェンジの仮称で正式に、設置が決定した。宝塚市と西日本高速道路は、 約9億5 0万円かけて周辺道路などを整備し、宝塚市は整備費のうち約2億2 0 0 0万円を負担した。南欧風イメージの建物、宝塚モダンをコンセプトに、宝塚市の花の道周辺をイメージした南欧風イメージの建物が高速道路に垂直方向に伸び、その中にフードコート、ショップ、ベビールーム、トイレが整備されている。 施設群は上下線集約型で、建物を挟んで西と東に、上り線と下り線の駐車場が広がる。店舗面積や駐車場台数は、西日本最大規模。宝塚北スマートインターチェンジは、宝塚北サービスエリアに、併設のスマート IC である。利用可能車種は、ETC 搭載の、全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。 構造上、下り線はスマート IC からの流入時、上り線はスマート IC へ、流出時はサービスエリアの施設が利用できないが、ウェルカムゲート用の駐車場を利用することで、サービスエリアの施設が利用可能である。直接接続間接接続 E1A、新名神高速道路、茨城線大寺インターチェンジ、PA トドロミインターチェンジ、川西 IC。 宝塚北 SAA、シック神戸 JCT 宝塚北、サービスエリアマイナスオープンストリートマップ宝塚、北スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。